競馬の G1 ジャパンカップ3歳女芝 2400m が24日東京競馬場で行われ竹豊が騎乗した一番人気ドーデュースオスゴトモミチが勝利 G1 通算5勝目を挙げた大観衆が詰めかけたこの日海外メディアも日本ファンの雰囲気に驚いていた画像なんて光景だ海外に衝撃を与えた日本の競馬ファンの映像 海外競馬専門サイト、ワールドホースレーシングの公式 X ではジャパンカップまであと2時間ちょっとで、会場は完全に超満員だ、とレース前の状況が投稿された。添付されていた動画では、場内にいる日本ファンの大群が映し出されていた。びっしりと詰めかけ、左から右へカメラが動く間、ファンの姿は途切れることがない。海外ファンも衝撃を受け、なんて光景だ。 ジャパンカップは年間最大のレースの一つだ。ワウ、などと反応していた。このレースはドーデュースが制し、表彰式では竹豊と一郎氏の豪華にショットも実現。場内がどよめきに包まれていた。